はい、失礼しまして、めちゃくちゃダサいね。ここ枕の新作が出たということで、枕爆食会。やばい、めっちゃ美味しそう。ゴジラバーガーっていうのが1月5日金曜日から期間限定で新登場したらしくて、今日はですねそちらのゴジラバーガー3種類買いました。食べます。で、あと1月10日から発売のバタースコッチパイとベルギーショコラパイも買った。これめっちゃ楽しみ。真冬のご褒美スイーツとゴジラから食べさせていただきますね。うまからでした。旨辛肉厚ビーフざく切りポテト。すごいシンプル。こんな感じですね。ビーフパティとポテトパティがあります。いただきます。うわー最高やんけ。肉肉しい。うん、肉ポテトパン、こういうガツンとしたやつ、だから肉肉しい感じのやつ、お腹空いてる時に食べたらめっちゃ最高やな。今日はですね、2024年にもなりまして、2023年の振り返りじゃないですけど、アラサーのリアルな恋愛感、最近の恋愛してた人で言うと、あ、この人と結婚するんやなみたいな、いつか思ってたわけ。めっちゃドキドキしてた恋愛かって言われるとそうじゃないねんけど、けどなんか安心感というか安定というか、この人とやったら幸せになりそうやなっていうのももちろんあったけど、なんかこの人とやったら将来なんか何があっても乗り越えられそうみたいな感じで思ってたわけ。すごい好きでいてくれてたから、もうその安心感もすごかったし、こんだけこう可愛い可愛いって言ってくれたりとか、もう好き好き好きとか言ってくれてたら、多分もう世界一ハッピー女になれるかもみたいな可愛くなれるかも、一緒におるだけでと思ってお付き合いさせてもらっててんけど、結局別れてこのざまやんか。だから結婚ってむずっと思って、こんなに愛してくれてこんなに将来が見えた人でもお別れするんや結局と思って、むずない恋愛みたいな。まあまあ、気にせえへんと、とりあえず今は自分磨こうと思っておったんやけど、なんか実家帰省とか地元に戻ったりとかしたらさ、絶対結婚っていうワードが出てくるわけよ。で、地元の人とかめっちゃ結婚してるし、結婚孫とかのワードがほんま飛び交うから、嫌が多でも考えるのよ。自分っていつ結婚すんやろなみたいな。まだ結婚願望がないとは言え考えてて、育った環境も考え方も何もかも違うさ、自分以外の人と一生一緒かみたいな、え、むずくね。多分一人の楽さを知ってしまってるがゆえこんな感情になると思うね。まだ踏み込むん怖いな結婚みたいな。アラサーあるあるじゃない。仕事が楽しくなってきたっていう人もおれば、なんか自分で自分の機嫌の取り方を知ってるがゆえ恋愛とかでこう感情がこうされたくないみたいな、相手が元気なかったりとかしたら、え、なんかしたかな、大丈夫かな、今何考えてんねやろとか、こういろいろこう考えちゃうわけやんか。嫌でもむずいよな。こんなことを考えててもマクドはいつまでたっても美味しいですね。値上げするけど、値上げするよな、また最後いただきます。ごちそうさまでした。あー、何でしたっけ。続きまして、スモーキーペッパーチキン。あ、これ一個ずつ顔ちゃうねんな。ちゃんと顔ちゃうくない。中身こんな感じです。ブラックペッパーのスパイシーな感じと、あとベーコンのスモーキーな感じ。まずくんな。あとしかもチキンもサクサクやし、マスタードこれ。美味しいし、この玉ねぎのシャキシャキも最高。大人ですわ。あ、そうそうそう、今の時代さ、開婚とかさ当たり前になってきたけどさ、まあ、なるべくしたくないやん。今から結婚して別れてとかなるのって絶対40とか50とかやと思うから、そん時になったらもうそこまで体力残ってないと思うね、うちに。だから結構慎重になってしまうっていうのもあるし、てかまずそもそもな、そもそも今結婚して家庭を持てる自信ないというか、自分が子供産んで育てられる自信がほんまになさすぎて、だから想像もできんすぎて、まあ、自信ある人なんて最初は絶対おらんとは思うねんけど、あまりにもあまりにも想像がつかなさすぎる、自分が子供産んで育ててる姿。将来はしたいなとはもちろん思ってるけど、今できるかって言われると無理なんですけど思っちゃう、自信ない。だからこそ結婚するんでしょうね。まあ一人やったら無理やけど、旦那さんとやったら一緒に愛を育めるよねみたいな、子育てもできるよねみたいな、まあ、その相手を見つけろっていう話なんですわな、結局な。
もう相手選ぶのってむずいよな。なんかさ、学生とかさ、20代前半とかはもう好きだけで一旦付き合ってみるかみたいな、じゃあ意外と長続きしたわみたいな、あんま考えてなかったよな。結構何も考えずスパッて付き合っちゃったみたいな感じやねんけど、けどさ、アラサーの恋愛で変わったのは、もし結婚したらこの人は、もし子供産んだらこの人は、なんかこう支え合えるのかどうかみたいなのを考えてしまうようになってさ、なんかさ、ちょっと前とかさ、カエルかとか問題になったじゃないですか。問題ってか、まあ話題になったじゃないですか。私の場合はそのカエルかとか一切なくて、お付き合いしたら基本何でも許せんねん。もう何してても OK なわけ。鼻毛が出てようが、裸で家の中走り回ってようが、全然変えるかなってしないんですけど、でもなんか何でも許せるからこそ、その嫌いの価値観が同じ、これされたら嫌みたいなのが一緒かどうかを結構見るようにもなったし、あとまあ現実的な問題で金銭的な話とか、結婚するってなったらさ、まあ、子供のことも考えるやんか。私は我慢できても子供には我慢させたくないわけ。私がさ、幼少期めっちゃ我慢してきたから、晩ご飯きゅうりちくわだけとか、欲しいもの買えへんとか、いろいろこう我慢してきたから、これ自分の子供にはそれ経験させたくないなみたいな。まあ私も別に仕事できるから、その最低限でいいよ。最低限稼げてるかどうか、あと向上心があるかどうかとか。なんか理想ってどんどん高くなっていくんやろうなと思って、今でさえさ、こんないろいろ考えちゃってるから、多分30になってとかなったらもっと考えるんかなとか思ったら、怖っと思って、なんかもっと現実的になるのかなみたいな。この前さ、めっちゃ現実的やなっていうか、アラサーになって初めて出てきた話題やなって思ったんが、卵子凍結の話が出てきたわけ。で、なんかな、私もそんな知らへんねんけど、ちょっと待って調べるわ。そもそも卵子凍結ってなんなんやみたいな、卵子凍結保存ってなんなんやっていうと、卵巣から採取した卵子を将来の妊娠に備えて凍結保存することを卵子凍結と言います。やって、なんか年齢をさ、こう重ねた時に妊娠しにくくなることをこう心配する女性が増えて、若いうちにさ、若いうちっていうか、まあ20代のうちにこう質のいい卵子みたいなものを凍結保存する人がちょっと最近増えてるらしくて、その話題が出てきたのってさ、ほんまにアラサーなって初めてやったから、わっすごいと思って、なんか現実みたいな。なんかサッシーとかもしてるって公表してたよな、この前。ということで最後いただきます。ごちそうさまでした。でもさ、なんか卵子凍結とかあったらさ、今は仕事頑張りたいみたいな、結婚は全く考えてないけど、将来は子供を産みたいみたいな人とかおると思うんやんか。だからそう考えるとめちゃくちゃいいよね、その制度って。ただまあそのお金もかかるし、大変なこといろいろあるんやろうけど、そのメリットだけで言うといいよね。はい、次、チーズダブルテリヤキ来ました。私の本命です。テリヤキマックバーガーテリヤキマックバーガーが大好きで、それと同じ感じなのかな、どないなんやろ、どない、肉&肉ですね。こんな感じでございます。会いたかったです。いただきます。うまー、もうブワッて、このポークパティがすごい、もうドカッ、ずっしりってくるのと、このマヨネーズのコクと酸味がきて、チーズがきて、レタスのシャキシャキ感ですわ。うわー、これ一番好き、大好き。うわー、照り焼きバーガーの上位互換的な、うまい。なんかさ、今までいろんな人とまあお付き合いをさせていただいてですね、いろんなタイプがいたわけですよ。結局どういうタイプが自分に合ってんのかなって考えたわけ。今までは結構追われる恋愛ばっかしてきたし、それが一番幸せやと思ってたんけど、実際追う恋愛をしてみて、依存まで行くとしんどかったけど、なんやろ、それをうまくコントロールできてからは、あ、追う恋愛もおもろいかもみたいななってきたし、こういう人が自分に合ってんねや、あんま分からんくてさ、でもそんなもんか。こういう人が理想とか言っててさ、付き合う人全然ちゃうかったりするやんか。いや、顔はタイプじゃないねんけど、なんかめっちゃ好きみたいな。全然おるやん。まあ、タイミングと環境と、なんかいろいろあるような3つの ING みたいな。タイミング、フィーリング、ハプニングみたいな。お互いに彼氏、彼女がおらへんとか、好きな人がおらへんとか、そういうタイミングってめっちゃ重要やし。で、そこで出会って、フィーリングが合いますよね。ってなって、そこまでやったら友達で終わる人もおると思うけど、最後ハプニング。例えば、なんやろ、日常の中のハプニングってなんやろ、共通の友達がおったと
か、偶然街中で会ったとか、偶然同じ映画が一番好きとか、偶然同じものを持ってるとかそういうことがあってグッとね、グッと距離が縮まるわけですから。何の話で、なんかさ、夜中例えばさ、アイス食べたいと思った時に、やめときみたいな、もう夜中やでみたいな、食べたらあかんっていうさ、彼氏よりめっちゃいいやみたいな、食べよう食べようみたいな、買いに行こうみたいな、ノリノリで食べて、私よりもはや食べてくれるぐらいの人がよくない。ご飯とか行ってさ、私より食べへん男の人よりもうバクバク、うわーみたいな、美味しくないみたいな、これも食べこれも食べみたいな言ってくれる人の方がよくない。はい、いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これ食べたいと思います。どっちから食べよう。でもバタースコッチパイって絶対美味しいよな。いただきます。バターの鼻から抜ける感じの匂いがすごい、うまっ。これ何これ、てかバタースコッチって何。バタークッキーの入ったスプレッドクリームと香ばしい濃厚キャラメルフィリングをぎっしり詰めたバタースコッチのホットパイ。リッチな甘じょっぱい感じ、濃厚なキャラメルフィリングがすごいですね。うまい。めっちゃ好きですこれ。最後いただきます。ごちそうさまでした。もうなくなってしまいました。こちらも喉乾いた。やっぱ水がいっちゃうまい。続きましてベルギーショコラパイを食べたいと思います。こういう感じでございます。うん、うん、ビターやな。ビター、チョコクリームの量もめっちゃ入ってるし、しかもめっちゃ濃厚。ビター、甘いっていうよりかはもうビター。チョコ好きにはたまらん。めっちゃ美味しい。うん、うん、この前さ、久々に実家帰省してんやんか。その時になんかコンビニスイーツを買っててあげたわけ。私のお父さんシュークリームとチーズケーキが好きやから、100円ちょっとのカスタードシュークリームみたいなやつと、あと300円ぐらいのチーズケーキ、ローソンのチーズケーキ買ってってんやんか。でまず100円のシュークリーム出して、次になんと今日はもう一つあります。こちらって言って、チーズケーキ渡してなんか、わーチーズケーキやみたいな、ありがとうみたいな言って、こう、受け取ったわけ、パパが。パってこう、300円っていう値段を見たときに、300円高っみたいな。もうこんなん良かったのにみたいな。もう涙ぐみながら、もうこんなん良かったのにみたいな。俺もうこんなん買ったことないわみたいな。こんな高いチーズケーキ食べられへんわって、明日お腹空いてるときに大事に食べるわみたいな。言ってて、そういえば、夜ご飯ちくわときゅうりの時やったわ、と思って。私のさ、実家全然裕福じゃなかったから、なんかそれ聞いてさ、もう私もなんか泣きそうになっちゃって、300円でこんな喜んでくれんのみたいな。こちとら毎月、スイーツ爆食してますわと思って、なんか初心に帰った。うちはさ、自分で稼いだお金ももちろん自分にも使うやんか。けど確かにお父さんって、自分で稼いだお金を全部こう、家庭に入れてたし、いいところにご飯とかもそんな確かに行ったことないな、みたいな。家族でご飯とか、家族で旅行とかももちろん行ったことないからさ、なんか私も初心に帰ろうと思って、コンビニとかでバンバン買ってたなっていう、飲み物とかさ、食べ物とかも買ってたな、みたいな。近くの定食屋さん行くより確かに、自炊の方が安いよな、みたいな。定食ってパパからしたら、確かにめちゃめちゃごちそうやん。多分ちょっとなんかすごい悲しくなってきてさ、それやったらちょっと昼ご飯さ自炊して、その浮いた分で実家帰った時ちょっとご飯連れててあげようかなとか、そんな考えて、なんか帰りの新幹線バリ泣きそうになってんけど。なんかさ、大人になってさ、実家に帰るたびに、例えば親が老けてたりとか体力なくなってったりとか、親が例えば病気した怪我したとかって話を聞くたびにさ、なんか悲しくなるのよな最近。共感してくれる人絶対おると思うね。久々に見る親の顔ってさ、年取ったなって不意に思うときない？悲しくならへん。最後いただきます。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、ということで今日はマクドの新作を爆食してみました。いかがですでしょうか。もう今から大きく価値観が変わるとかはもう大人やしないと思うねんけど、まあ恋人おるおらんにせよね、どちらにせよ自分磨きは必死にやって年齢に抗っていこうと思います。あ
またあのインスタとかでも質問募集するので、その時はぜひ協力いただけたらなと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントとかもぜひお待ちしております。また次の動画でね。バイバーイ。おやすみ。今日はいい天気です。バイバーイ。